こんな多いのはパイナップルなんだね。チーズホイップマンゴーってことで、青と黄色と白でドナルドのイメージカラーを再現してていいですね。はい、です。こんにちは、どうどうも。今日僕はこちら東京ディズニーランドのアイスクリームコーンに来てますよ。今ですね、ランドの方はね、ドナルドイベントの真っ最中でして、こちらのアイスクリームコーンにですね、ドナルドをイメージしたサンデー発売になりましたので、はい、今日こちらを食べに来ました。めっちゃ並んでんですよ、実は。見てください、すんげー並んでる。なんですけどね、列半分ぐらいまで並びました。もう一頑張りだ。はい、こちらですね、スペシャルサンデーチーズホイップ&マンゴーというです。780円。じゃあこちら今から購入します。はい、買ってきましたよ。こちらドナルドのスペシャルサンデーですね、780円です。カップの中にドナルドが飛び込んだような楽しい見た目のサンデーと、でパイナップル味の青色ゼリーやマンゴーダイスの爽やかな甘みがチーズ味のホイップと相性抜群ということで、あ、こんな多いのパイナップルなんだね。たまにありますよね、これね、こういうの。はい、楽しみです。いただきます。はい、いただきます。すごい煽り、そして逆光ですね。すみません、今ね、花粉症でなんか僕左目が内出血してまして、なんかね、こう赤いんですよね。で、全然あの痛くもないし、全然ちゃんと見えるんですけど、すごいね、今日視聴者さんからめちゃ心配されて、はい、なんともないんで、はい、じゃあ改めていただきます。おお、まずは普通に美味しい。ソフトクリーム美味しいね。で、チーズホイップマンゴーってことで、チーズがなかなか出てこない。先にちょっとマンゴーを食べたいな。やっぱね、黄色がマンゴーですよね。あの、さっきね、グランマサラキッチン行ったんですけど、グランマサラキッチンもやっぱりデザートマンゴーで、やっぱ全体的にね、食べ物で黄色って部分がやっぱマンゴー多いですね。マンゴーすごい、これ果肉がいい感じ。果肉すごい。これクッキーなんかね、バリバリバリってなんか硬いものが出てきた。マンゴー美味しい。あ、そしてこの例のパイナップルのゼリー。おお、青いけどパイナップル。マンゴーいいな。でもこれ色合いが本当にこれドナルドね。この青と黄色と白でドナルドのイメージカラーを再現してていいですね。このドナルドのイメージカラーいいじゃないですか。で、あとドナルドの足の形のクッキーですね。足クッキー、いただきます。足クッキー、これソフトクリームと合うね。上さんですか。はい、ちょっと止めます、ね、はい、また視聴者さんお声掛けいただきました。今日はね、スニークなんでね、いろんなとこであのレポーター、なんかね、テレビのレポーターがすごいいるんですよ。なんか若い女の子とかイケメンのなんかタレントさんとかがね。でもそんなイケメンレポーターさんのいてもとつってこずに僕のとこにとつってきてくれるのは嬉しいですね。ありがたいです。はい、ドナルドのイメージのサンデー完食しました。いや、まあ普通に美味しいですね。サンデーなんで美味しくないわけないですよね。やっぱり見た目がいいね。この青と白と黄色のね、ドナルドのイメージカラーの3色いい感じに使ってて本当良かった。見た目がいい、とにかく見た目がいい。で、味もね、甘すぎずでね、美味しかったですね。さっぱりしてフルーツベースで、でマンゴーベースで美味しかったです。おすすめです。ただね、めっちゃ並ぶね。はい、なんで見た目普通に良かったんでおすすめです。よかったら食べてみてください。じゃあねー。